人からもらった私の大事祠で化け物を見たそうだな。しかもそやつを追っ払ったそうではないか。とそれどころではなかったな。はじめまして。さっきは助けてくれてありがとうございました。私の名前は静香です。びっくりしちゃいました。あんな怪物を追い払うなんて。静香御前は由緒ある家柄の出でな、たまたまこの鬼ヶ島までおいでになっていたそうだ。静か御前よ、またどうしてこんなところまで。それはちょっと秘密の用事なんです。まあ将軍家の姫御前ともなれば他言できぬ事情もありましょう。詳しくは追求いたしませんが、この状況での一人歩きはお控えを。何が起こるか分かりませんのでね。さて緊急事態ぞ。お主たちが会った化け物だが、奴の姿を私も見た。町を越え桜、あやつはおそらくにわかには信じがたいが神食いに違いあるまい。神食い？そんな、さっきの怪物が神食いだったなんて。神食いを知っているか？神食いというのは恐ろしい古代の怪物です。大昔に突如地上に現れ、神々と人間に牙を吐き討伐されたと文献で読んだことがあります。強力なものは倒すことかなわず、
やむなく封印したとか。その一帯が鬼ヶ島に封印されているという言い伝えがあってな。いやまさかと笑っているわ。そこで一仕事頼まれてはくれぬか。神食いの出す容器に当てられた妖怪たちが騒ぎ出せばこの島も危ない。そうなる前に一刻も早く壊された祠の封印を修復してきてほしいのだ。すまないが私は神食いで動揺している町の皆を落ち着かせねばならない。まったく鬼ヶ島の連中もふぬけたものよな。喜一さん、その封印修復のお仕事私にもお手伝いさせてください。なんと沖は確かか静か御前。そんな危険な場所に一人で行かせられないですよ。さっきは守ってもらったから今度は私が守る番です。いやまあ私だってちゃんと自分で自分の身ぐらい守ります。は、仰せの通りでありますな。それでは神食いの封印は屋敷の東にある鬼ヶ島修験場のさらに奥にある。まあいつも鍛錬で気をつけて行ってまいれよ。そうだ、このマガタマを持っていくがよい。マガタマは己。よろしくお願いします。私少しでもお役に立てるよう頑張ります。そこで止まれ静か御前、無事か。
もう心配いらないかな。私の名は源九郎義経。その方、やんごとなき将軍家の姫君をたぶらかし、このような場所に連れ出した罪、この命で償ってもらうぞ。違うよ、ここに治れ。手打ちにしてくれる。助けてくれたの。報いっていう怪物に遭遇して。すごかったのよ、大きな怪物を追い払って。それで今、この人のお役目をお手伝いさせてもらってるの。そんな危ない目に遭っておきながら、何事もなかったように動き回っているところが、君らしいといえばらしいが、まったく心配するこっちの身にもなってほしいものだ。君、勘違いしてすまなかったな。非礼を詫びよう。私の名は義経。私の刃を落としてもののけ討伐の肝が座って。ごめんなさい、義経ちゃん。静御前を助けてくれたそうだな。今日はびっくりしたよ。感謝する。また切りかかっちゃうのかと思った。しかし、いや、もう少し彼女から離れて。怪しい奴と一緒にいたのでな。もう、神食いの正気に釣られてきたか。静御前、下がっていろ。皆さんもお気をつけて。よし、では封印を修復しましょう。